はい、こんにちは、みほとけです。今日は世界で一番わかりやすい仏像の授業。みほとけは仏像が好きだと言っておりますが、その魅力を伝えるためにも仏像のことを皆さんにも分かってほしいなと思って、ちびっこから大人のお友達までみんながわかるように仏様のことをご説明していきます。仏様のグループ分けについてお話をします。まあ人間の世界だってね、いろいろあるわけよ。スクールカーストなり、上司がいたり部下がいたり、いろいろありますが、仏様の世界も実はランク分けというかね、グループ分け、役割でいろいろなランクがね分かれている。早速こちら、どどん。もうこれはね、この三角形見ればお分かりの通り、4つの階級に分かれております。一番上が如来、その次が菩薩、その次が明王、そして天。如来、菩薩、明王、天、如母、明帝と覚えてください。如来っていうものは悟りを開き切った人のことです。仏像っていうのはそもそも2500年前にインドのシッダールタという王子様が、あまりにも生きるのが苦しいので、どうやったら楽になるかを研究しきって、あ、これで苦しみから解放されるっていう悟りを得た。それが仏教の始まりなわけ。そんな仏教を開いた釈迦、その場所がこの如来です。シンプルで頭がブツブツしていて、もうどっしりと構えていらっしゃる、それが如来。仏教を志す者が一番求める場所の一番上にあること。何言ってるかわかんない。それが如来ですね。ワンピースで例えると、ワンピースを手に入れたゴールドロジャー、そのような人がこの如来でございます。続いて菩薩、はい、このピンクのゾーンですね。あと一歩で悟りを開けますよっていうところにいる人。まだ悟りは開ききれてないの。だからこういう風に見た目はこんな感じで、悟りを開く前のシッダールタがまだ王国の王子をやっていた頃の姿がモデルになっております。煩悩まみれで生きている人間にちょっと近い、かなり修行励んでいて悟りまで近づいてはいるんだけど、悟りを開けない、そのためには今生きている私たちを救うこと、もうちょっとで一つなぎの財宝までいけるんじゃないかなってぐらいの強さまでいっちゃった人。だから王家七部会とか四皇とか。さあ続いてこちら、4つ目は明王。こちらは何かというと、不動明王、聞いたことありますか？見た目からいっちゃいましょう。ドゥドゥン、こんな感じ。もう背中にはメラメラと炎が燃えておりまして、顔は怒りにあふれております。これは何に怒ってるかというと、言うこと聞かない人たちに怒っているんです。如来や菩薩が頑張って優しい顔でどっしり構えて救ってくれようとするわけですが、やっぱり優しく言うだけじゃ言うこと聞かないって人がいることで、如来が体を変化させて、このように怒りの顔で我々の前に現れた。それが明王でございます。だから2500年前からいたってことですよね。優しく言うだけじゃ言うこと聞かない人間が、はい、私のような人間がいたわけです。こういう風に変な喋り方になるのやめたい。ワンピースで例えると、大岡七部会の元で、あの隊長とかね、そのクラスで頑張っている海賊たちのことじゃないですかね。最後、天部。天はさらに人間界に近い存在です。仏様の教えを学ぼうとする者の道を邪魔する者を天部がやーっとやっつけてやう、そんな役割をしていらっしゃるガードマン的な立ち位置なんでございますね。例えばこのアシュラ、アシュラはもともとインドの神話に出てくる神様でございました。それをこう仏様を守るガードマン的役割として、このように仏像になってお寺に飾られているんです。なのでワンピースに例えますと、隊長だったり自分たちの船やもう船長を守っている個性豊かなチーム、団員、メンバーということでございましょう。トニトニチョッパー、 まとめるとこんな感じです。如来は悟りを開いた、釈迦がモデルで頭がブツブツ、シンプル。菩薩はあと一歩で悟りを開けるというところで、明王は如来が怒った顔して降りてきました。笑ってるだけじゃ言うことを聞かないよという人、気をつけてください。最後、天部。天部は行動上の彼らを
守っている存在です。はい、ということで仏像界にある4つのグループを紹介しました。だからこれから仏像を見るときに、これはなんで頭がブツブツしていて、こっちはなんでこんな王冠とかかぶって花とか持って派手で、この人はなんでこんな顔怒ってて、なんでこんなに顔がいっぱいあってと思うかもしれませんが、このように4つのグループがあるので、それぞれの役割ごとに見た目が違ったということでございました。今日も見てくれてありがとうございました。以上、みほとけでした。ナム。